はい、こんにちは。今日はスピツイ1200を試乗してきたので、そちらについてお話をしていこうと思います。音声後取りです。まずは、スピツイ1200というバイクはどのようなバイクかです。僕が今乗ってる、ボンネビル T120 の、上位互換のバイクだと思ってくれて問題ないかなと思います。まず初限表から行きましょう。僕が乗ってるボンネビル T120 の初限表で主なところを言います。シート号790mm、車両重量 237kg、最高出力が80馬力、最高出力回転数が6550回転、最大トルクが105、最大トルク回転数が3500で、スピードツインの方がシート高が809mm、車両重量が 217kg、最大出力が100馬力、最大トルクが112、最大トルク回転数が4250となっております。これだけ見ると、単純に、スピツイ1200の方が、スポーツタイプのバイクということは、わかると思います。どっちを買ったらいいのかですよね。スピツイ1200にあって、ボンネビル T120 にないモードは、一つありまして、スポーツモードがついておりません。これだけでも、人によっては、ボンネビル T120 を、候補から外す方が、いるかもしれません。実際に乗った感じです。まず、スピツイ1200の、最大のメリット。ボンネビル T120 に比べると、キビキビ走るバイクだとは思いました。これはちょっと乗っただけでも、非常によくわかるので、走行が非常に楽しいバイクだなと思いました。あと、曲がるときですね。ボンネビル T120 は、初めて、このボンネビル T120 に乗ると、ちょっと曲がりにくいなって思うんですよ。直線安定性が非常に高いバイクということですよね。それに対してスピツイ1200は非常にキビキビ曲がるバイクだなと思います。もうクイックに曲がるっていうのかな、スーッて曲がってきます。峠なんかはやはりボンネビル T120 よりかはスピツイ1200の方が気持ちよく走れるのではないかなとは思いましたね。であとはその外装面ですけども、灯火器類が、スピツイ1200は最初から全部 LED 系になっておりますので、今風の、バイクです。片やボンネビル T120 はレトロに振られているので、灯火器が LED ではございません。すべて昔ながらの電球でございますので、この辺も、スピツイとボンネビル T120 の見た目の違いになってきておりますので、購入するかしないかの判断で、この辺も加味されるのではないかなと思います。じゃあ実際の乗り心地です。乗り心地に関しては、これも忖度なしのね、ぶっちゃけで言いますけども、乗り心地がいいのは、もう明らかにボンネビル T120 でした。やっぱりね、スピードツインの1200は硬い。スポーツバイクだからこそ、固めのセッティングですよね、シートとか全てが。なので、長時間乗るとちょっと疲れるかなと思いました。あとは音ですよね。ボンネビル T120 は少し低音のボボボボボボって音に対して、スピツイ1200は少し甲高いね、スポーツバイクのババババババン、ババババババンって音に変わりますので、この音の好みとかね。2気筒の。ああ、なるほど。ちょっとでも軽い感じのボボボボだな、ちょっとね、あ、おお。やばいどうやろか、どうですか。でもさ、あのね、ボンちゃんよりも確かにレスポンスはすごくいいんだけど、ボンちゃんに乗っちゃうと別にボンちゃん売ってまでっていうとこまではならんかな。なるほど。結構高回転だな、このエンジン。ボンちゃんとボンちゃんと比べるとちょっとエンジンの回転数が高い。じゃあ低速とかは走りやすいんじゃないの。そう、ちょっとだって低速に振ってるって言ってたよね、ボンちゃんに比べるとちょっと走りやすいかもしれないな。確か低速、ボンちゃんより低速域に振ってるって言ってたよ前。あ、そうだったっけ。もう忘れてるな。そうなんですよ。もう音も全然違うもんね。音はね、やっぱスポーツっぽく振っている音が。ボンちゃんはどっちかっていうと、あのラグジュアリーだもんね、完全に。めちゃくちゃ軽いわこれ。
本当。うん。だ俺が勧めたの最初それだもんな。それがいいんじゃないっつって。そうだね。うん。でもママはもうガンとしてハヤブサがいいっつって。ハヤブサ。うん。そう。また。いやこれ音はやっぱ全然スポーツスポーツだな。ああそうだね。うん。あとねシートが硬いボンちゃんに比べると。ああ。うん。それまたこっちは柔らかいね。し、うん、あのボンちゃんに似た感じ。あ本当。これはね硬、うん、いシートが。うん。じゃあスポーツ寄りのシートだね。ああスポーツ寄りだねこれ完全に。なるほど。ただこれは面白いなこのバイクは。やっぱボンちゃんに比べるとだいぶレスポンスがいいからさすごい面白い。まあ、はやぶさに比べりゃ負けるけど。まあね。ただ、このバイクはすごい楽しい。あ、めっちゃ楽しい。やべえやべえ。やべえこれ。あ楽しいこれ、ほんと。あ、めっちゃ楽しいこれ。やばい。あ、これはね、楽しいです。そう、このガソリンタンク、これが嫌なんだよね、蓋が。あ、なるほど。くるくる回さないからめんどくさい。なるほど。あの、パカッと開けるやつがね、やっぱね、楽ちんだわ。一応これパカッと開いて、これ開くよ。これね、今見た。パパがいじっとるな。パカッと開くけど、もう一発中にあるというね、鍵が。これね、ボンちゃんに比べるとだいぶギア運転しやすくなってる、なんか。これまだまっすぐやね。あ、ここ曲がるんだ。ここ曲がる。何よ、もう。ごめんごめん。急なんだから。一人で突っ走ってくし。俺の率直な感想を言うと、はい、ボンちゃん乗ってたら、うん、いらない？うん、買い替えるほどじゃない。なるほど。ボンちゃんと。うん、スピツイを市場を比較して、うん、どっちがいいかなっていうレベルだな。うん、あの運転しやすいのはスピツイかもしれん。ああ、うん、低速が、そう、低速がやっぱね運転しやすいと思う、スピツイの方が、うん、味付け的にはほぼ一緒だけど、うん、うん、ただよりあれだよね、ボンちゃんに比べるとだいぶスポーツ走行ができる。でもロンツーはちょっと辛いって感じ。お尻がちょっと硬いから、ボンちゃんに比べるとロンツーは疲れるかもな、うん、シートが硬い分ね。それはちょっとしんどいね、うん、ママの方はどうよ、900。え？どうよ。だからさっきから言っとるじゃん、銀ちゃんが乗れんくなったらこっちで全然いいって。なるほど。シートこと軽さといい、ただ加速感とかっていうところはもう全然違うから、それはもう別物として考えないかんけどね。いや加速感はそりゃ銀ちゃんには勝てんやな。うん、これのね加速感はねボンちゃんに比べるといいけど、うん、まあいいけどぐらい。そんな劇的になんかこうめちゃくちゃうん、変わるとはあんま思わんな俺。ああ、基本的にエンジンが一緒だからね。まあそうだね、うん、エンジンが一緒だったらそう変わらんわ、うん、ラグジュアリー感はやっぱりボンネビル T120 だわ。うん、うん、ラグジュアリー感はすごいあるね、ボンネビル T120 の方が。なるほどね、うん、完全にこれ好みの世界だな。確かに完全に好みだ。まあそうなるよねバイクって。うん、結局のところ。そう。あ、これ排熱まんまやばいな。熱い。だいぶ熱くなる。ボンちゃんに比べるとだいぶ熱い。スピツイ。これも熱い、うん、熱い熱い、うん。だいぶ熱を感じる。うん、あと、ボンちゃんに比べるとだいぶ軽いなよ。200キロだもん。だいぶ軽いこれ、うん。俺の好みはボンちゃん。ああ、うん、基本はそこなんだね。やっぱボンちゃんのが俺は好きだな。
なるほど、うん、走行の味付けと、うん、あとは音、うん、音がなおよりスポーツ走行っぽいし、うん、加速感もボンちゃんに比べるとだいぶあるし、うん、レスポンスもだいぶいいし、要は、うん、バイクのさ、うん、スピードを楽しむか、なんだろう、そのバイクそのもの、ああボンちゃんはバイクそのものを楽しむバイクで、うん、スピツイは、うん、バイクそのものもそうだけど、そういうそのキビキビしたスポーツ走行も楽しめるバイクだな。そうそうそう、うんうんうん、そうそう、あ、いいね、なんかそんな気がする。1個を楽しむかスピードを楽しむかみたいな。あ、ハイネスマジやばいわこれ。熱い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 、あのボンちゃんは大して気にならんけど、これは熱いわ。熱い、なんやろこれ、なんでこんな熱いんだ。熱っ、うん、熱いですわ。ほら音がさ、うん、これこのこのよりスポーツのこのブルー、うん、ボンちゃんだとボボボボボだけど、これだとそのボボボボボに対してちょっと音が変わるよね。多分そうだね、あのマフラーのせいだと思うけど、うん、でも変な話、ボンちゃんもそういうマフラーにしたら変わるってことやね。うん、多分でもボンちゃんはあのマフラーだからいいんだよ。まあね、先端がシュッと細くなって、そうそう、確かに排熱は熱いわ、ボンちゃんに比べると、うん、ボンちゃんは大したことなかったな、今日ずっと走ってきたけど、うん、銀ちゃんもあんまないから、そういう意味では銀ちゃんもないね、あんまり。そういえばね、うん、排熱対策はすごいわ、うん、これは暑い、冬ならいいけど夏はちょっと厳しいな。そこがいいんだよ。そう、いや、ちょっとこれは暑すぎでしょう。なんか今すごい音がした。お、なんかやった？ブンブンって吹かした。あ、だからか。めっちゃこのね、回転数吹け上がるんだけど、これ。やばいね、これ。大丈夫だったかな、こんな回して。これ。知らない。そう、これ回転灯ないもんで分からん。あ、まだ160キロしかこれ走ってねえじゃん。鳴らしも終わってねえのに回しちゃったようで、ダメだよこれ。エンジン悪くなっちゃう。それでずっとスポーツで走ってきたけど、うん、まあ走るならスポーツかな、気持ちが。まあそりゃそうでしょうね。さあ、トライアングル戻るよ、戻るよ、はい、戻るよ、戻るよ。ボヨヨヨン、ボヨヨヨン、ボヨヨヨン、さあ